マイクラ誰も教えない外装建築参戦。まずホッパーと5箇所に2種類のトラップドアを設置したら超簡単なゴミ箱の完成。実用性が欲しい人は掘ってディスペンサーとホッパーを追加、前を掘ってマグマ横にコンパレーターと赤石とリピーターで回路をつなげたらちゃんとゴミ箱として機能することができる。次に火を消した焚き火とサイドに看板、後ろにトラップドアを設置すれば超簡単外用のベンチの完成。めっちゃ楽だね。最後真ん中に4段のヘイとブロック、仮ブロックを置いて逆さ階段を足していく。反対側はブロックと逆さ階段、その次は階段、ブロック、逆さ階段、最後ブロックと階段でもっこりすれば OK。 次に赤い方は線路、後ろは木材のところだけはしごを置き、上にカーペット2つと3種類のトラップドアを、前のサイドと後ろサイドは真ん中だけ2段ずつ、上に2段とハーフを置けば超簡単滑り台の完成。トロッコがあればちゃんと遊べるから面白い。今回の建築いいと思ったら高評価よろしく。